パリ・バンコク博覧会パリ・バンコク博覧会産業群産業群の内部1855年のパリ・バンコク博覧会は1855年5月15日から11月15日までフランス・パリのシャンゼリゼ通りに面した会場で開催された国際博覧会である。博覧会の正式名称はエクスポジション・ニバーセル・でプロデウィー・デール、アグリ・デール、アンドストリー・デボー アーツでパリ1855である。34カ国が参加し、会期中516万人が来場した。パリにおいて初めての国際博覧会である。1852年に皇帝となったナポレオン三世の統治下で開催されたこの第一回パリ万国博覧会は当時のフランスにとって一大イベントであった。1851年のロンドン万国博覧会を もって、さらには、ロンドンの水晶宮を上回るべく産業宮が建設された。第1回パリ万博の産業、芸術展示品は、前回のロンドンでの展示品に勝るものであったと、されている。公式の報告によると、会期中の来場者は516万2330人で、そのうち、約420万人が産業品展示会場に入場し、約90万人が、 芸術展示会場に入場した。開催に用した費用が約500万ドルだったのに対し、利益は支出のわずか1割ほどであった。会場の広さは16ヘクタールで34カ国が参加した。この万国博覧会から公式にボルドーワインの格付けが始まった。ありがとうございます。